本日はカメラの感度設定についてお話をさせていただきたいと思っております。まずはこういった天体専用カメラについてなんですが、オフセット、そしてゲインという2つのパラメーターで感度を設定してやるという形になります。お恥ずかしながら今まで少し適当に決めてしまっていたというところがあるんですが、もう少しちゃんと追い込む方法があるみたいなので、それを実践してみましたというお話と、そしていろいろといじっていて、最近のセンサーについて思うことなどがありますので、そのあたりをまた雑談的にお話しさせていただければなと思っているところでございます。それではよろしくお願いいたします。さて、まずはこの天体専用の冷却カメラなどについてなんですが、基本的にはメーカー推奨値っていうものがカメラごとに公開されているみたいですね。例えばこの QHY11 であればゲイン0、そしてオフセット130となっているようです。ところがこれってカメラごとにばらつきがどうしてもあるみたいなんですよ。それはどうしても民生用の致し方がないポイントなんですが、ある程度ばらつきを抑えようと思うと価格が上がってしまうし、逆に価格を下げようとするとばらつきは出てきてしまうみたいなんですね。そこら辺はメーカーのさじ加減次第というところではあるんですが、とにかくそのばらつきの分は自分である程度補正してやる、考えてやるという必要が出てくるみたいです。そういう事情がありますので、最適なパラメーターっていうのはカメラごとといいますか、センサーごとに変わってくるみたいなんですね。もっと突っ込んで言うと、冷却温度によっても最適なパラメーターは変わってくるみたいなので、そのあたりの調べ方、最適化の方法について次に紹介させていただきたいと思います。それではカメラの感度を設定していきましょう。まずは最初のゲイン、そしてオフセットについてなんですが、これはカメラごとに推奨値というものが用意されているようで、例えば QHY11 の場合はゲイン0、そしてオフセット130となっております。もちろんカメラを変えるとそれに最適なものが用意されているという形になるわけですね。ただしセンサーごと、そして温度ごとにこの最適な値っていうのは変わってくるみたいなので、まずクーリングをしてやる必要があります。ちなみに今回マイナス5度で撮りたかったんですが、残念ながら外が暑かったせいかそこまで温度は下がってくれなかったんですが、まあ、とにかくしばらく冷えるのを待ちましょう。そしてセンサーの前にこのようなディフューザーと呼ばれる光を拡散させるものを置いてあります。これは例えばすりガラスとか擦ったアクリル板などでも代用できます。多分センサーに直接光を入れるのではなくて、ちょっとそれを拡散してやった方がいいかなと思いまして、このような形にしております。そしてこのディフューザー面にしっかりと光を当てて、各ピクセルのアウトプットを飽和付近まで持ってくるという作業になるんですが、この時直接この面をライトの方に向けないでください。あまりに強すぎる光が入るとどうもエラーを起こしちゃうようで、そうなると真っ黒になるんですね。一面ゼロっていう値が出てきてしまいますので、だからこのライトを外すように白い面、お家のクロスが白いと好都合なんですけど、そういったところに一旦当たった光、反射光をこのディフューザー面に入れるようにしてください。準備が整いましたのでデータを取っていきます。まずは露光時間ですが、だいたい1秒から10秒ぐらいの間となってきます。基本的には露光時間をどん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 伸ばしていっても、左側に表示されているミーンとかメディアンとかこの値が大事になってくるんですが、ここが変わらないぐらいの長い露光時間にしておけば大丈夫なようです。あまりに短すぎるとちょっとアウトプットが小さくなってしまって正しく測れないので、だいたい変わらなくなってきたら正解かなと思います。目安としては5秒前後といったところです。そして設定が終わったら露出を開始してやります。この時ゲイン0、オフセット130ではだいたいミーンとかメディアンの値、ここ注目すると4万5000ぐらいになっていると思います。このミーンとかメディアンといった値を6万以上になるようにゲインを変更していくわけです。ただし真っ白な状態、もう完全に飽和している状態にならないぐらいの値に設定しないといけませんので、
それをちょっとずつちょっとずつ変えながら様子を見てまた変更してという作業になるわけですね。まあ、これは実際は結構泥沼の作業となってきます。だいたい僕のカメラの場合は20前後ぐらいで6万を超えるかなどうかなという形になるようです。そしてしっかりと追い込むことができましたら、今度はライトを消してください。そしてカメラの前面ディフューザーからボディキャップ等に変えて光が入らないような状態、いわゆるダークを撮るときと同じ状態にしてください。そしてもう一度撮影します。そうすると今度はこのミーンとかメディアンの値を見てみるとだいたい1500ぐらいになっていますよね。今度はオフセットの方を下げていきまして、この値が500以上1000以下になるように設定していきます。これもちょっとずつ変えながら追い込んでいくという作業になるんですが、これがまた実際には泥沼の作業という感じではあるんですが、ちょっとずつちょっとずつオフセットの値を下げていって最適なところを見つけてください。僕の場合はだいたい114とか115とかこれぐらいになるようです。そしてうまい具合に値が見つかったらもう一回ライトをつけまして、そして先ほどの撮影に戻るわけですね。今度はまた撮ってミーンとかメディアンの値を見て、これが6万以上に触れているかどうか、もし値がそれよりも低ければ原因を上げてやるという形になります。また6万以上になったらライトを消して、そしてダークを取って、この作業を延々と繰り返していきまして、うまいことどちらの条件もクリア、つまり光を入れた時に6万以上に触れる、一方で辺りを真っ暗にした時にだいたい500から1000の間に収まるというパラメーターが見つかったら作業終了です。お疲れ様でした。ちなみに先ほどセンサーの温度によっても最適なゲインとかオフセットの値は変わってくると申し上げましたが、その理由を今から説明します。これは今撮影が終わって消音過程にある状態、ちょっとずつセンサーの温度を上げて周りの気温となじませているという状態なんですが、0度から5度に変わった時にこのミーンとかメディアンの値を注目してください。最初800付近だったものが1100以上になったと思います。この場合オフセットの方を下げないといけないという形になるわけですね。いや、もしかしたらちょっとしたエラーかもしれないということで10度の場合にも撮ってみたんですが、そうするとまたこのミーンとかメディアンの値が増えました。基本的にこの値っていうのはどん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 温度が上がっていくごとに大きくなっていくというものらしいんですが、いずれにせよそれぞれ最適なゲインとかオフセットっていうのが変わってくるわけです。基本的には同じカメラであればだいたい1年に1回ぐらいチェックしておけば大きく変わってくることはないと思うんですけれども、それぞれシーズンごとに最適なパラメーターっていうのは求めておかないといけないかもしれません。はい、こんな感じでカメラのゲインオフセットを決定してやることができました。結構手間かかります。そして今回は冷却 CCD カメラの場合に紹介させていただいたんですが、おそらく少し前に紹介させていただきました SV605MC CMOS センサーの場合でも同じように決定できるとは思うんですが、一つ気がかりなポイントとしてデュアルネイティブ ISO あるいはデュアルゲイン ISO と言われているんですが、感度特性が CCD ほど素直じゃないんですね。特に最近のソニー製センサーでありがちな傾向なんですけど、 IMX533 の場合は例えばなんですけど、だいたいゲインが130ぐらいで切り替わるポイントっていうのがあるんですよ。それはダイナミックレンジ、そしてリードアウトノイズっていうところを見てみれば明らかにガクッと変わってるところがありますんで、ここでベース感度が切り替わってしまうみたいなんですね。このあたりを見ても感度特性は昔の CCD の方がよっぽど素直だったなっていう気がしますね。というか感度という点で見れば、天体用カメラという点で見れば CMOS よりも CCD の方がよっぽど優れていると個人的には思うんですよ。それは確かに高速化には圧倒的に CMOS の方が向いてはいるんですけど、だから今の技術で例えば利面照射型の CCD とか登場すれば本当に天体向けのセンサーにはなってくるんでしょうけど、ちょっとまあ
難しいでしょうね、いろいろ。この影響が一体どれぐらい出るのかなっていうのはちょっと懸念点ではあるんですけれども、また手元に戻ってきたら、ちょっと今いろいろ諸事情ありましてこちらにはないんですけど、そのあたりについても調べたいかなと思ってるところでございます。一応 SV605MC の場合は、オフセットが40、そしてゲインが200から300となってはいるんですけれども、ちょっとダークノイズとか調べてみると、ゲインを低く設定するとどうもアンプノイズが出てきたり、あるいはホットピクセル、クールピクセルっていうものが目立ってきたりするみたいなんですよ。これはおそらく IMX533 の性質だと思うんですが、ある程度ゲインを高くするとそれが抑えられるみたいなんですね。ただし全体にざらつくようになってきますので、一体どこが最適なパラメーターなのかっていうのは、やっぱりカメラごとにある程度ばらつきがあるというか、センサーごとにある程度ばらつきがあると思いますので、こっちも求めていかないといけないんだろうなと思います。そしてデジカメについてなんですが、これは残念ながら ISO 感度を決定するとゲインとオフセットが自動的に決まってしまうようなので、こっちでできることっていうのがあんまり多くないんですよ。おそらくなんですが、もうメーカーさん側の方で最適化はされているのか、もしかしたら一律で決まっちゃっているのかっていうのはちょっとわからないところではあるんですが、加えてデジカメの場合って専用カメラみたいな生のデータじゃない、1対1の関係になくて、途中に画像処理エンジンっていうものが入ってるじゃないですか。そこの点に関してはこっちからは伺い知ることができないブラックボックスの部分があって、どういうことが行われているかちょっとわかんないんですよね。結局のところ諸々のことを考えると800とか1600ぐらいがいいかなという感じですね。本当はもっと最適なところを調べると下の方にあるのかもしれないですけど、そうすると露光時間が長くなりすぎていろんなエラーの要因になってきますので、結局のところその1600前後からあまりいじれないという感じがいたします。本当はね、多分カメラごとに最適に設定した方がいいのかもしれないですが、はい。それでは本日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さようなら。